さあ、もちろんヒーローさん、萌えキャラさんもどんどんこの後登場してきますのでね、ゆっくりと楽しんでいただきたいと思います。日本三大ご当地キャラのイベントでもあるこのイベントですが、ここ今年も白川に150体以上のキャラさんが集合しています。後ろにはもうね、ふっかちゃんも来てますよ。この後ステージに登場してくれますのでね、楽しんでいただきたいと思います。また11時からは福島の食材は安全安心おいしいステージで、ご当地キャラのパレードも始まりますのでね、パレードもたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。また12時にオープンしますコミネスの会場では、12時30分から白川のご当地ヒーローダルライザーの今年夏に公開予定となっています映画の予告編が特別上映されますので、ね、そちらの映像なども楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、そして会場皆様、後ろの方をぐるりと見ていただきますと、たくさんのテントが並んでおりますが、今年も全国シューマイサミットが同時開催ということで開かれています。おいしいシューマイ、全国から10店舗参加しておりますが、シューマイを食べていただいて、おいしかったなというシューマイのお店に投票するというスタイルになっております。今日の3時20分頃からシューマイサミットの表彰式がありますので、ぜひたくさんシューマイを食べていただいて、おいしいシューマイに投票していただきたいと思います。またそして街中テクテクキャンペーンというのも同時開催で行っているんですが、後ほどお昼にね、向こうの図書館のところのステージでもご紹介しますが、いろいろなキャンペーンなどもあります。パンフレットは本部のテントにありますし、各会場のステージの脇のスペースにも置いてあります。いろんな資料を見ていただきながら、2日目のご当地キャラ子ども夢フェスタ in 白川2017お楽しみいただきたいと思います。本日もここ担当は深谷純子が担当してまいります。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。